銀河系軍団レアルマドリーの FW 問題サッカーファンからボロクソ言われる。意味は軽いプレイが多いエムバペは早いうちに決めたい。後半入ったロドリゴとアルダは良かった。エムバペとビニシウスを同時に使わないこと。エムバペとビニシウスがポジション被ってやりづらい。加えてクロースの穴がでかすぎる。今季はラリーが制覇の可能性はかなり低い。得点力が非常に低い。エムバペが機能しない。DF 陣にキレがない。終わった。ラスパルマスにも勝てないとは、まだプレシーズンマッチの雰囲気。これはいかん。やっぱりエムバペは左スタートで見てみたいし、スタメンはロドリゴのが安定するし、トップ下はデュエルでいい。ビニとブラヒムひどい。ビニシウスなんか自分で勘違いしてるかもしれないけどさ、球離れマジで遅すぎる。会場沸かせたいとか思ってるのかもしれないけど、あんたはネイマールとかロナウジーニョと全然違うタイプなんだよな。ビニシウスの独善プレイ邪魔すぎる。エムバペにその場所譲れ。エムバペですら途中空気なってて笑えてきた。これだけは言ったら終わりな発言。エムバペなんて取らなければよかった。エンドリッキが一番期待できるな。もうエムバペ右に置いてロドリゴを真ん中にしたら良いと思う。バランス取るためにやっぱホセルは必要だったよ。エムバペに決めさせてあげようみたいな考えすら生まれてそう。このチーム、それよりまず勝てよ。エンドリッキにもっとチャンスを与えるべきだな。ビニ、ブラヒムはスーパーサブで輝く選手なのかもしれん。エンドリッキはロドリゴ、デュエルの前線の並びをスタートからしてくれ。